はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、久々にワインでも飲んでいこうかなと思いまして。超安ワインを買ってきました。確かね、300円ぐらいだったはず。290円ぐらい。メルシャンの、ラデラベルデレッドです。ね。ラデラベルデ。アルコール度数が 12%。原産国はチリ。300円でチリワインだもんな。すごいな。ワインはね、チリのワインは非常に優秀らしいです。で、これは割と辛口。うん。で、渋みが3の、味の厚みも3だから、真ん中、やや辛口って感じかな。うん。ベリー系の果実やスパイスの豊かな香りと穏やかなタンニンを楽しめる、優しい口当たりのワインですと。これね、ペットボトルワインです。ペットボトル。特殊なコーティングを施したワインの品質を守るペットボトルです。そうですね。で、開栓後は冷蔵保存しはお早めにだと。バカな。あれ、ワインって、あれじゃないの？ほっといてもいいんじゃない？俺何年か前のあのワイン、放置してあるんだけど、大丈夫かな？まあいいや。ね。それじゃあワインか、久々ですな。じゃあ乾杯。あ、うん。まあ、300円のワインですから。匂いは、うん。うん。ああ。結構、酸味が少ないですね。うん、結構渋い。結構渋いわ。これは。これ辛口だわ。確かに。うん。結構口のね、飲んだ後に、口の周りが渋ってなって、なりますね。うん。ちょっとググってみますか。ラデラ、ベルデ。あ、キリンなのか、これ。うん。メルシャンは、チリの完熟した果実の味わいを気軽に楽しめるワイン。ラデラベルデ。を、4月4日。より、全国で販売いたします。4月4日。あ、もう最近だ。これ超最近出てるやつや。1ヶ月前に出たやつだ。近年、日本国内においてチリワインが好調に推移しており、近年の通関実績では、チリがフランス、イタリアに次いで3位。ああ。うん。だからチリ産のワインっていうのは非常にうまいらしいんですよ。でもやっぱりフランスとかイタリアには負けるみたいですね。フランス、イタリア、つまり1位がフランス、2位がイタリアってことですね。ああ。うん。なるほど。ああ、これはあれだわ。チーズだな。これはチーズが合うわ。絶対。
うん。ちなみにこれは720ml ですね。うん。ちなみに、楽天市場だと398円ですね。これ298円ぐらいだったと思います。うん。これは普通に美味しい。うん。結構辛口だけど、これは、チーズとかと一緒にね、飲むと。うん。これ美味しいですね。うん。うん。これは、冷やして飲んだ方が、やっぱいいな。うん。これは、でも結構、渋い。うん。300円にしては、なかなかの、渋さ。ですな。てか、マジで、そういえばこれ、前買ったワイン、あ、でもこれ書いてないわ。どこのどこに、コノスル。コノスルのカルメネールバラエタル。これ、あれだわ。書いてない。冷蔵庫を保存にしてくださいって書いてないから大丈夫だ。多分。うん。チリワインは、以前飲んだコノスルもチリワインでしたけどね。確かチリだったよね。うん、チリだね。やっぱチリ産のワインっていうのは非常に、ね、安い、のし、品質がいいと。うん。うん。普通に美味しい。うん。特に、特にあんまり、まずいってことはない。なかなか重い味が。どしっとくるね。うん。うん。いや、これはチーズ欲しくなるわ。やっぱり。まあでもワインはね、ほとんど俺味よくわかんないんで。もうぶっちゃけた話、もうどうでもいいんですよ。うん。安くてとりあえずチリ産かフランス産かイタリア産だったらもう何でもいいんです。うん。うん。うん。うまい。ということで。これはコク深いでしょう。もう渋みも深いけどな。ただ香りと甘みがまあないですね。だいたいワインで香りないっていう。まああれですけど。香りは、まあ普通ぐらい。普通ぐらいかな。でもコクは非常に濃厚な。いや、これはチーズだわ。これはチーズ。うん。おすすめは、まあ、これ300円ですからね。まあ、普通におすすめしときましょう。うん。いや、これチーズだわ。これチーズと一緒に食えばめっちゃうまいと思う。
絶対。そんじゃ、5、2、3、4です。で、ご視聴ありがとうございました。